本ハム、チャンスは作るも無得点。はい、0点。約束された結果。解散解散。ひどすぎる。負けや負け。知ってた。恒例のボンフライ祭りや。まあいつものパターンだな。犠牲フライも打てないなんて。負けに不思議の負けなし、石井といいハンソンといい、6番に切れ目を作るからこうなる。12連敗中ということを全く感じない淡白な攻撃。5番までとそれ以降で差がありすぎるな。何があっても負ける気だな。いつまで1割バッター使い続けているんだタコ。今日も1点差か、あまりにも遠すぎる1点。プロ野球チーム相手にようやっとる。楽天ファンだけど、手応えなさすぎて試合がつまらんわ。野村を2軍に落としてる場合じゃねえな。野村レベルですら他にいないんだから買いに置いとけ。ハンソンに吸わせる酸素がもったいなすぎる。まあこんなんだから石井使われるんだよな。ショートもセンターも同じ。最近新庄はスクイズしないし、ハソソソもセーフティしないしつまらん。細川もバッティングにまるでセンスを感じないな。なんかこんなクソみたいなチーム状況なのに、のんきに球場応援しに行ってる奴らにも腹立ってくるわ。今年はそこを出したと思ってたらまたそこが抜けたか。こちらはプロ野球チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価でやる気が上がります。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。